どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきましょう。さあ、ワンチャンのところはクリアし、今からまたちょっと上に上がるって感じですね。こっち。どうせだし、これ、アイテム邪魔だから1個はめに行くか。どうせ荷物になるんだしね、こういうのね。ちなみにライフは黄色。大体3発食らったらみたいな感じだよね。さあ、君は倒し、まあ、ここもやっぱ出てこないね。どうせ2ついるんだからほらどうせ2ついるんだからさ。で、そうだね。前回、部屋に入ってきたあの二人のところで、ちょっと書類だけ取ろっかな。雑誌取るの忘れてた。勢い余って。さ。の左だね。これは多分ラクーン君だよね。これもなんか集めると得点あるみたいだね。こうか。さあ、火器、現金。いる？いないね。さすがにいないよね。お、こう。ほうほうほう。あ、へえ、警察署内に入ってくるわけか。あ、へえ、最初のところだ。はいはい。あ、すぐセーブポイント。ありがてえ。ありがてぇけど。手榴弾はちょっともったいなさすぎるな。いくらなんでもね。まあさすがに何もないよね。アイテム回復するとかないよね。じゃあとりあえずセーブ。よし、ってことは、またタイラント出てくんのかな。で、今までどうせ起きなかったゾンビが起き始めるんでしょ。はい。あ、こっちはいらない。あ、意外とここもアイテムない。あら、なんだろう。赤いマークついてるから。やべ、なんか音がすんなーと思ってたらね、危な。はい。もうね。このクソ野郎。はい。あ、ちょっと待った。渋滞。ゾンビの渋滞。この渋滞はいらん。あ、やべやべやべ。あー、やっぱそうなるよね。ちょっといい具合に固まったね。よーし、よしよしよし。はい。あ、君は、はい、終わり。もうね、どうせね、どうせめっちゃ邪魔が入るんだよ。お、こんなところナイフあったか。それ助かる。で、ぐるって回ってきたということは、絶対いるよね。2回、3回。今ここだよね。ってことは、2階に上がってこの、行ったことないところを通っていく感じか。ここもなんか開けれないところだったもんね。大丈夫か？起きるんじゃねえぞ。
起きるどころか一人入ってきたね。あー、しかも逆。あー、こう行って、こう入るんじゃって、こっちだね。よしよし、よしよし。よしよしよし。さあ、ガン虫。ここはあれか。密集してたところか。3密の。あ、こっち来るんだね。結局ね。はあ。あ、ここ、リッカーがいい。前回、タイランドとリッカーでね、ボッコボコにされたんでね。いやもうね、あのファンの並びはいらんな。まあね、ダブル対応してあげたけど、ファンサービスはいいかな。いやー、アイテムない？ここら辺。ここにはないのかな？大丈夫かな？アイテムなら大歓迎なんだけどな。まあ、通ってない、マークが出てないってことはだよね。さあ、さあ。おお、ここに来たか。あれ？でもアイテムないね。ハート、あ、なんならこれも使わないね。捨てる。ハート探さないといけないね、こうなったら。いや、マジで、どこアイテムある？アイテムはね、ちょっとね、今回、裏は、いったんねー。はい、知らないふり。ちょいっと。可能性として考えられるのは、この先だね。こうなるとね。あー、じゃないか。ないね。やっぱあの先だね。さ、リッカーガン虫で。行きますか。これはどっちかな。通れない、下？下。だよね、あんま意味ないもんね。ってことは上か。さあ、上行ってみよう。バリケードがあるってことは出てくるってことだよね。お、さあ、スタン。こっちは大型。大型はさ、違うんだよな。圧迫しすぎじゃね？アイテム欄、マジで。あ、はい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 。はい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 、そうだったね。で、バルコニーが、こんな感じか。組み合わせてアイテム減らし、ここはまた次行こうか。先に行けるところから行ってしまって。いや、でも、今左のやつはハートだったもんね。だね。あと一体いるんだけど。さあ、歯車も。懐かしい歯車。懐かしいっていうほどではないはずなんだけど。え？どこいる？こういうところはさ、重なってた。いや、もったいねー。もったいねーことしたー。まあ、開けよう。あ、開かない。あー、じゃあ降りるしかないか。意外とアイテムは、そんななかったねー。てか、この弾でどうしろと。セーブポイントが欲しいね。
え、マジで。おお、よう刺さらんかったな。ちょっとレオンの方ハードすぎ。マジか、上いけねえのか。でしかもこのギミックってことは下だね。よし、大型。あー、銃変えには無理だな。下やね、前回も下だったもんね。なんだかんだ、あれ、ハーブはないか。あ、グリーンハーブある。でもさ、前回やべえやべえ、なんかすっげえブルトーザーみたいな音がする。え、な、どういうこと。え、そんなやべえやついんの。やべえやべえ、ブルトーザーみたいな音がするぞ。まさかここ開くの。はいはい、よし、はい、終わり。マジで、あ、重なってたわけね。はあ。いや、そんなさ、一発もらうために並んどかんでも。で、お、鍵あった、助かる。これ預けて、ショットガン弾ないから預けて、これも預けて、M19 で、だよね。やばいよね、弾ね。俺クリアできんのかな、マジ思うけど。さ、あ、クローバーか。あれ、これ前回クローバーって手に入れたっけ。すっごいすっごい疑問だけど、なんか手に入れた記憶があんまないんだよな。よしよし、ショットガンも使った。やばいな、自利品すぎるな。自利品な割にガンガン倒していくっていうね。いいのかな、こんな感じでいいのかな。あ、違う、預けて、ちょっと整理したいし。預けて、ただもう一つくらいいけることない。預けて、組み合わせて預ける。回復一つあるから、逆にこれでね、あの、持たないといかんっていうかね。いや、絶対積みポイントが出てくるな。全然縛りとかそういうつもりでもないんだけど。あ、ガンパウダーある。待って、生きてた。生きてた、まさかの。ないわね。そしたら、あ、コンカシ、あ、はあ、はあ、はあ、これを預けよう。で、板は使い切ろう。マジで？ショットガン受けて生きてんの？マジか。強すぎね。ってことは、もう一人も絶対いるよね。おお、そっちか。マジか、元気すぎるわ。
で、これは、保険で持ってこう。よし。ナイフは2と。まあ、何かって一発は耐えれるからね。これ、そういえば。おう、ほいほい。はあ、組。合わせれない。へえ。これで、ああ、アイテムは取ったね。んじゃ。あれ？でもなんか、前回の記憶が正しければ、これさ、クレガヘンの時さ、めっちゃ水流してさ、あ、いいねって思ったらやっぱいるのねー、トン。よし。はい、怒らせた。ああ、やっちまったよ。どうする？どうする？どうせ。どうせ避けなきゃいけないんでしょ？もうこういう時って。だいたいこう、大回りで、大回りで。で、入って、よし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 。よしよしよし。非常階段から降りずにぐーっと行って、だね。よし。違うね。クローバーとダイヤがあるから、あれだ。開けないといけないのか、どこそこ。まず、理念室でしょ？で、ハートがダメだから、理念室と、理念室だけか。いけるの。こっちだって、ハートだもんね。ハート。ロックされてる。うん。だね。とりあえず、理念室に向かえばいいから、このまま行ってぐるーで、OK。よし。ん？じゃあ、ここ。なんか、まっすぐ行ってもよかった気はする。いや、行けんわ。よしよし。間違った。さて、ここのゾンビちゃんたちもやっつけたからね。お、たださ、リッカーが出てこないかだけがめっちゃ気になる。一点に降りてこうか。でもリッカー対策何もないんだよな。意外と何もない。なんだろうね、すごいアイテムがある風な感じになってるんだけど、画面出てこないね。で、ここ。これでダイヤが使い終わりかな。捨てる。血中。組み合わせたいけど一旦待って。なつけ。違う。違う。ああ、はいはい。てんてんてん。あ、違う。あ、違う違う。同じことしてる。これ、やっぱ違うのかな？ほい、オッケー。はぁ。で、ボタンが出てくると。で、ボタン出てきた、ぐるーって回って。降りるのが一番か。とりあえずね。で、クローバーが使える場所が
どこだったかな。クローバー、クローバー。あれ、クローバーってなかったっけ？ないんじゃなくて、まだ使い道がないっていう感じか。難しいね。いやー、フィルムもこれで使えるね。これはこっちでいいか。で、3階のパスワードは取ってるね。いやー、所長室に入るにしてもほんとクリア編と違うね、感じがね。取って、預け、預け、これ使うから持っといて、これも預けていいかな。で、フィルムはどちら？あった。さあさあ。なんか逆にこうさ、ずーっと静かな感じだとさ、さっきまでの情緒不安定感がね。なんかね、今がちょっとおかしいみたいな感覚になってくるね。病気やねえかって思ってきたけど。よーし。行くぞ。基本一発ひるませようって感じ。やべ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 。やっ！いや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 、なんでいいんだよ、あいつ。マジか。いや、マジか。しかもあいつ、どこ行きやがった？右側にはいる。確実にいる。しかもなんかタイラントっぽい。102、103。2が2。あ、203なんだよな、結局。208。ショットガン持ってないんだよな。203にし、208取るか。そこ。さあ、弾はとりあえず持っとけば、ショットガンがこれで使えるようになるし。でもハート、そうなんだね。ハートがそもそも手に入れてないからさ。この資料室行くべきか。こう通ってね。そうか、資料室通、そうだね。ここ行って何かアイテム探してて、多分ここクローバーだね。嘘でしょ？嘘でしょ？めっちゃ手見えてんじゃん。めっちゃ見えてんじゃん、お前。ちょいっと。あーはあ。あーはあ。
玉切れました。あー、そっかー。玉切れちゃい。あ、しかも。タイラントさんも来ましたねー。お前入ってくんのかよ。これは、もう、諦めるしかありませんな。やっべー。やばいやばい。やばいやばい。はい、回復。で、こっち行って、はいはい、はいはい、はい。マジさー、弾足りねーって。預けて、これも預けて、どうしたもんか。一応セーブしとこう。もうね、弾が足りねえのはどうしようもないからさ。いやー、辛いわってなってくると、ぐるっと山あって降りての方が早いか。右にいる。そこから出てきちゃいます？俺そこ行きたかったのよね。マジか。そしたら、ディッカーはとりあえずいねえから。よしよし。あ、やべ、回復持ってきてねー。ここら辺、弾はない。もう一体いったー。やべえなー、やーばいぞー。で、抜けてこう通っていってだね。どうせゾンビいっぱいいるんだろうなー。はい、さっさ覚悟を決めていくしかない。うん、おー、またいったんね。さよなら。もうさよなら。はい、ねえ、どっちみっち、リッカーにはアウト。はい。生かして、生かして、よし。こう抜けて、真ん前がやばいが、抜ける。よし。オッケー、よし。はい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 。はいはい、地獄、地獄絵図。おお。玉ガンパウダ。あ、はい、取った。あとは、で、多分通れないでしょ、ハートはね。落ち着いて。よしよし。よしよし。弾無駄にしたか。行くしかない。痛いー。マジか。そんなコンボする？多分それで。よーし。回復薬が欲しいところ。
なんだけど、これは一回そこのセーフポイント行って、回復やね。よし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 。いやー、でも今結構うまくいったね。なんだかんだね。いやー、思いっきりやるのも大事なことやね。手榴弾はあっていいんだけど、閃光がね、何かと使えるからさ、もうほんとねー。問題はこっからやね。いやー、ナイフとかガンガン使っていくからね。もうビビってる場合じゃない。もうガンガンやっていかんと。で、どうせ、うわー 今、ビビってる場合じゃないって話したやん、今。なんでそのタイミングで来るかな。あー、ぐるーっと回って、ひるませるための弾もないしな、どうせ。僕、フラグ回収。いや、違う、2階だ。行かないといけない、2階だ、今の。意外と頭いい。さあ、ダッシュダッシュ。レオン絶対これより速く走れるよね。クレアと同じぐらいの足のスピードだったらさ。あえて。早く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 、速が開く前に、早く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 、もういい、おいしい食事してる間に、早く早く、やばいやばい、どっちだ、めっちゃ足音はするけど、近いね、足音。やばい。どっちどっち？上で待ってる。上で待ってるね。この野郎。お前あっち食べて。いやー、来たー。お前あっち食べてたやん、さっき。ちょっと食代わりしすぎよ。首痛かった、まったくもう。ね、ここ行くとドーンって落ちるから、こっち行って。いやー、危なかったー。よし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 。お、これ絶対こっち側ないね。大体この角待ちされてるパターンだったけど無駄地したー。はい。入る。ここにははめない？入ってこねえよな。一回これで回して、で、取って入れ替えだったね。はぁ、あ。よしよし。よしよしよし。よしよし。さっさ終わらせるぞ。違う。これじゃなくて。あれ？ちっちゃいやつ奥だっけ？やばいね。出てこない？ああ、薬莢だけか。違
ちなみに、お前はいないね。組み合わせると、ハンドガンの弾。あ、助かる。これはこれで OK。となると、やっぱどう考えてもはまんないよね。あれ、なんかちっちゃいやつってなかったっけ、この辺り。あ、上か。これを取って、代わりにつける。で、アイテムはない。ない。じゃあ今回は来るのかな、タイラントさん。いやー、つらい。これで OK。 これ地下の牢屋どうやって切り抜けるんだろうね。いや、どんだけ劣化してん、してるんだっていう話だね。こいつは始末書ものだな。そうだね。まあ、始末書を書く。めっちゃ近く歩いてるよね。さあ、調べて、ゲッチュのもうアイテムはないよね。抜けていってロックされたショットガン、ハート、どうかな。ロックだもんね。だってね、ってことはこっちから行かないと絶対ダメだよね。戻ってことは来た道戻るっていうのが正解か。ロックしてるわ。大体よし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 、ちょいっとね、よしで落ちる。落ちる。で、ここにアイテムなんかあるらしいんだけど、ラウンジは行かなくていいか。ここ抜けて上行って、いや、上行かなくてよかったか。そうだ、別に上行かなくてよかった。あ、どうもタイラントさん。でこっちだ。結果 OK としてこういって、はやー。で、それ、いや、降りなくてよかったか。あー、これで地下に戻るってことか。あー、どっちかなー。どっちの方が確実かなーと思ったら、こっちの方が絶対安全だなー。出てきそうな気配はしないもんね。一個持っていくか。で、体力回復 OK。
海、あ、しくったね、完全にしくったね、だよね。まあいいや。いや、マジで大丈夫かな。こうなったら、手榴弾系だけでも大量に持っていくか。さあ、上がってこい。もう僕にはもう弾がないんだ。いや、辛いな。辛いし、むずいし。いやあ、あんなゾンビ密集してたら難しくない？ダメだよ、あんな密集してたら今の時期。大体ボスでショットガン20発使うってなかなかよ。あ、まさかの、あ、降りれないのか。いや、意外とそういうところは厳しめなんだね。さあさあ、そしたら戻るしかないね。でもレオンに関して結構警察署内をうろちょろするんだね。ルートの確認していこうかな。多分2階からぐるって回った方が早いんじゃないか。一回出てからの方が分かりやすいか。この状態で、こう、行って、上がって、だよね。ここ通っていった方が早いよね。よし。どうせやつが出てくるんだろうな。ディッカーがね。だいたい爪の跡がついてるところはいるから。で、気になってるのはここ正面なんで、開けた瞬間いねえかなっていうね。あ、いた。違うのが出てきた。はい、スルー。抜けて上じゃなくて左。さあ、ここも抜けていきたいが特にないね。おお、あ、ガラスだ。よしよし。で、セーブと。ああ、確かに色的にもエンダーチェストっぽいしね。確かにワープ機能はだいぶついてる気はする。いや、すでにセーブ回数はクレア編を越しそうだね、このままいくとね。いやー、エイダどっかで弾めっちゃくれんかな。なんかめちゃくちゃ弾欲しい。ね、そうだね、こっちだね。で、ワンチャン倒してるからもう気にせず突っ切って、そうだね、こっちだね。これだよね、こっち側いけないからまっすぐ行って右だね。そこだけ気をつけとかないと。いや、絶対やべえやろな。さ
さあつけますか。あ、そっか、クリア編と違うのか。まあこうだよね。こうで、ほう、ほほほう、で、OK。ここが開いたってことはだよ。ここが開いたってことは。まず、ああ、弾もったいねえ気はするんだけどな。これ落とした瞬間だろうな、どうせ。ああ、お、なんかある。ベンのメモ。警察署はもう化け物だらけだ。今やし言うなりおい。とこで、コードネーム、タイラント。奴らが極秘に開発した究極の生物兵器だ。まさかあんなものが出してくるとは。おそらく奴に目下されたメラ、後に証人となる者の抹殺と。タイラント。なんでわざわざ回復薬があるんだよ。いやー、で、これゲットしますか。お、無線まで。でもそれじゃ何の説明にもなってないと思うな。アンブレラが例の個人を支援してるなんて偶然とは思えない。これはアンブレラが設立した奨学金の取材じゃなかったそんなネタじゃ誰も食いつかない。みんな自由いるぜ。どこでそんな場合は。しかも町のクソでかい穴ぼこは地下にあるあんたの研究所に潰してるんだってな。なあ、研究所、あんたのとこ教えてくれよ。もう話すことはないわ。さあ、インタビュー記録。ああ、だいぶ確信に迫ってたんだね。何を探ってるんだ。まあでもね、クレア編でもう見ちゃってるんでね。繋がった。で、出れるんだっけ。やばそうだ。はい、一望ダッチ。ちょっと待って、あなたが来るの。あ、開いてた、開いてた、開いてる。てか、めっちゃ相手しなくてよかったじゃん。めちゃくちゃ弾き、めちゃくちゃ貴重だったんだけどな。ちょっと待って、はい、はい、ナイス。相手、違う、めっちゃ、もう、これであなたを二度救ったわ。まさか数えてたとはね。これはゲームじゃない。おい、マジか。やっべえぞ。死なないやつばかり。
を説明してくれ。それは私が聞いてから。ここを出ましょう。さあ、エイダと交流。いやー、すごかったね。まさかぶつかりに行くとは。いやー、そして爆弾もめっちゃ使ったなー。さて、グリーンハーブ切っちゃう。さあ、聞いたところで特にアイテムはなしだね。目的の情報はそれか。残念だけど違う。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる。この混乱を招いた責任者について。それであなたは世界でも救いに行くの。この状況を誰かが伝えに行かなければ。この町には救援部隊が必要だ。さあ、もう行けるところはこのね、ガンズショップ、剣道。ほう、ここまでね。あのガンショップを通るしかなさそうね。まあどう見てもここに行くしかなさそうだもんね。あかね、おお、ピッキングFBI なのに。ひどいありさま。まあでもこういう状況になったらこれだけ銃は特にね、重宝するだろうからね。いいね。お、ロングバレルショットガン用か。天使の置き手紙ジル、おー、これ3か。3はね、ちょっと前回ラジオで話したんですけど、ちょびっとだけね本当にちょびっとだけしたんでね。あとはこんなものかな。おお、何もしない。動くなって言ってんだろうが。ここを通り抜けたいだけだ。銃を下ろしてくれ。うるさい。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出ていけ。その子、症状が出てる。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。銃捨てて。よせ、やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。エイダ、もういいだろ。エマ、そこを出るなと言ったろ。ここにいる。パパだ。いいな。あの連中にやられたんだ。家族みんな。あんた警官だろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭う。なあ。俺たちの天使だったのに。ママ。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。彼には
真実を知る権利がある。違うか？何が起きてるのか教えてくれ。こんなことを止めないと。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この町を救うためなら何だってやる。いやー、まさか子供がと言いつつアイテムをいやー、そうかー。でも多分反応ないね。アンブレラ社が知ってるわね。アンブレラは密かに生物兵器を研究してた。恐ろしいウイルスよ。人を不死身の化け物に変えてしまう。今の状況も説明がつくな。だからアネット・バーキンを追ってるの。アンブレラの科学者でウイルスをまいた張本人よ。彼女を見つけて捕らえる。アネットはこの先にいる。なるほど、下水道か。そうよ。お先にどうぞ。ああ、どうも。行きたかねだよね。ここでやめてしまいたいけど、どうせなんか出るんだろうな。科学者がこんなところにいるのか。本部の情報によれば、ここはアンブレラの施設とつながってる。おいおい、下水は公共のものだ。どうやったらこんな場所を使える？企業国家アメリカへようこそ。アンブレラは長年ラクーンシティを牛耳ってきた。ということは政府もある程度知ってるってことか。はあ。いやー、悲しいけど地下に行けば行くほどそしたらいるっていうことだよね。あれ、アイテム落ちたっけ。え、なんだよ今のは。地震か。そうだといいんだけど。地下で地震は最悪やな。お、あった。届くんかい。さあ、でもね、その弾使えないの、僕の今の銃。いや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 、何か出てくるか分かんないって分からんレベルじゃないよ。マジか。あ、セーブポイントありがたい。あー、さあ、ちょっと調整だけして、いや、でもね、使えないのよ。あ、4発入ってたか。はあ、補充だけしときたい。いやー、どうしよっかね。なかなか結構、なんだろうね。いろいろつらい。いろいろつらい。特に何がつらいって、弾がつらい。まあ、まあ、6バレル、4発撃てるからまだいいけど、鍵使うかな、そもそも。これは持っておいた方がいいけど、これ預けようか。で、こうして、どうせ弾はなくなるだろうしね。これ預けて、さすがにもういらないでしょ。
よし。貴重面が出るな。じゃあセーブして。はい、ということで今回ここまでにしましょう。エイダまだいるね。そうだね、なかなか弾がなくて大変ですが、ここまでだね、にしたいなと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回やりたいと思いますので楽しみにしておいてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。